そんな素敵な数字をステージを今日は皆さんにご覧いただきたいと思います。それではお楽しみください。Thank you.
皆さん、和太鼓と津軽三味線によるコラボレーション曲を2曲聴いていただきました。さて続きましては、伝統芸能を守りながらも今の時代に受け継ぐべく新たな道を切り開く津軽三味線グループ喜楽のメンバーをご紹介させていただきます。皆様向かって左手、こちらこのグループで一番最年少、現役高校3年生であります。小学生の時には全国大会準チャンピオン、そして今年は津軽三味線全国大会で第3位にも入賞いたしました伊坂俊肌。ありがとうございます。皆様の拍手が多ければ多いほどこのメンバー乗ってくるメンバーでございます。ぜひとも拍手の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてお隣、こちら実は兄弟なんですけれども、こっちがお兄ちゃんになります。現在津軽三味線で、全国大会にも出場しているんですが、力強い三味線さばきをご披露いただきます。この後お楽しみください。伊坂俊肌。そしてこちら、皆さんの向かって右手、先ほどより和太鼓の素晴らしい叩き場を見せてくださっています。今度は津軽三味線に持ち替えて演奏いたします。伊坂俊肌。そしてこちら、岡山県出身、2011年に津軽三味線の本場青森県の全国大会にて優勝いたしました。そして今年もなんと優勝しましたチャンピオンでございます、伊坂俊肌。それではこの4人、喜楽というメンバーなんですが、喜楽のオリジナル曲、宇宙に風は吹かないんですが、宇宙に風が駆け巡るような、そんな様子を表現した曲になります。宇宙の風と書いてタイトル、空の風。
和太鼓に続いては津軽三味線でも素晴らしい音色を響かせます。津軽三味線のクルノーラー伊坂俊彦。
ちの皆様、こちらの手前の皆様も、そして奥の方の皆様も、改めまして、こんばんは。私たちの盛り上げ曲で皆様と一緒に盛り上がってまいりたいと思います。練習どもの、そいやそいやそいや、掛け声にしゃかりき娘の林も弾む。お越しの皆様にお手伝いいただきたいことがございます。お願いいたします。皆様両手を高く上げてください。お願いします。両手を高く上に上げてください。手拍子をお願いします。Yeah!
さん、前略道の上より弾いていただきました。最初に和太鼓、津軽三味線をやるかと思えばポップスもやったり、一体何の団体なんだろうと思っている方もいらっしゃると思いますが、これら我ら伊坂俊幸社中でございます。そしてですね、今の曲はきっとお父さんお母さんの世代に懐かしい曲なんじゃないかなと思うんですけれども、見るところお子さんもたくさん来てるようです。他にもたくさん可愛い子たちがいっぱいいます。こんにちは。怖くないですよ。はい、ということで今度は一曲子供たちのためにアニメソングをやってみたいなと思うんですが、アニメソングぜひ子供たちシートの上に立てれば一緒に立ってですね、一緒に踊れる踊りも簡単なのを教えたいなと思いますので、一緒に参加してくれたら嬉しいなと思います。もちろんお父さんお母さんが参加してくださっても全然問題もありません。ぜひいろんな方参加してください。それでは踊りの方を教えたいと思います。はい、それでは簡単な踊りなので私たちの真似をしてほしいと思います。ぜひ一緒にお願いします。はい、近くに行きますのでね。みんな近くに行っても逃げないで、はい、大丈夫ですよ、ね、怖くないのでね、一緒に踊りましょう。じゃあ行きますよ皆さん。まずは両手を